福岡ソフトバンクホークス対いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか？まあ、これはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですね。なるほど。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター柳田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはホークスが武田、そして痛烈な打球入った、ホームラン。いや、打順は1番に帰ります。バッター柳田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。山崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いや、素晴らしい球ですよね。はい、あっという間に2ストライクです。痛烈、切れました、ファールボール。打ちました、センターに抜けました。ワンアウトからランナー出塁しました。まあ、残りイニングは少ないんですが、最後まで諦めない姿勢を見せてほしいですね。まずは変化球、この球は、あ、外れました。これが3球目。打ちました、大きな打球になった、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、1点。打順は1番に帰ります。バッター柳田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。山崎、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか、アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライクです。引っ張った、これはファーストライナー。